はい、こんにちは、おはようございます、柏を盛り上げる、まず西口から、皆さんで頑張っていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃんじゃん。松井さん、ここは私もよく利用するんですよ。あのこの通りずっとまっすぐ行くと一生通りというか一生通りがあるじゃないですか、はい、子供を迎えにね、自転車に乗って行って、ここで止まって、すいませんがあれくださいって言って、乗ったままあの物をカゴに入れてもらってお金を受け渡ししてみたいな、もう本当に昔ながらの八百屋さんみたいな感じで、昔ながらって言っちゃっていいのかしら、なんかすごい大好きなんですけど、ちょっとご説明してもらってもいいですか。はい、実はあのこっちがあの焼き鳥屋からお願いしています。八百屋さんなんですけど、実はここですね、3世代3ジェネレーションで、経営されている八百屋さんです。お父さん、息子さん、また息子さんの3世代になります。何か私の お父さんこれいつからでは、もう45年ですね。45年、お母さんも、45年ですって生まれた時から。そうじゃあちょっと今車が来ちゃったね、巻き巻きで、じゃあ一言お願いします。お父さん、西口の皆さん、よろしくお願いいたします。三世代でやってますんで、お願いします。ぜひ来てください。カシトミさんです。さあ、カズエさん、ここの高島屋があって、バス通りで、ここは西口商店街になります。皆さんね、利用されてる方多いんじゃないかと。駐車場もあったりとか、はい、あとはもうバスも通ったりするので、はい、まあ、ここが、まあ、まあ本当に玄関口の一つなので、はい、ここはまあ皆さん、また馴染みのある風景か、もしくはもし、会社に来た時には、高島屋がある側って言ったらこっち側になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここもね、もう一個バスが行ったりしていますが、ここが西口の本通りですよ。5つある中の何百人になっている通りですか。ずっと柏の葉競技場まで行きまして、まあ、突き当たりは灯台があるあの柏の葉のエリアになります。はい、はい、あのここも南口になります。そうです、南口、あの JR と東武ができて降りて階段があるんですけども、そこ降りますと東葛通りというようになって、はい、商店街名は南口商店街になります。でも西口の商店街の中に、はい、一番左側、本当に何をして左側なのか、西口を背にして線路沿いって言ったらこの通りになります。はい、でちょっとね、入り口にあるお店が昔からあるじゃないですか。これもうベーマンです、ベースなんです。ちょっとベーマンにしちゃうかな。はい、とりあえずいただきました。急にあの和江さんいなくなっちゃったんですけど、誰ですか。あ、すいません。はい、焼き鳥塚さん店長の竹です。よろしくお願いします。はい、あの、はい、塚さんの店長さんで。そうですね、なんかここよく来るっていうことで。そうです、僕がもう高校時代ですかね、高校球児の時に大変お世話になりました。お店のお店であります。すいません、はい、急にお邪魔します。はい、お名前よろしいですか。はい、ベースマン柏支店の田村と申します。よろしくお願いいたします。ここなんかもうすごい前からあるイメージなんですけど。そうですね、おそらく、まあ、前は違うところにあるんですけど、多分今日開店してから3年以上、はい、シルバー。もうあれですか、あの柏の野球少年の聖地。いや、もう聖地ですね、僕らにとっての本当に聖地です。高校多分それはそうですね、2020年。はい、あのこの通りの、ね、入り口にもさんがあるっていう感じで。終わりました。よく集合場所がよくありました。何時にベースマンねみたいなありましたが、それぐらい有名な場所でございます。なんか柏っていうとちょっとこうレーソルがあるのでサッカーのイメージが強いですけれども、はい、でも野球少年も今たくさんいますからね、ちょっとその少年たちに呼びかける感じで一言いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まあ、あの柏市内ではあの存じ上げていただいている方非常に多いとは思うんですけれども、まだまだあのたくさんの人にあのご利用いただきたいと思ってますので、ぜひ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。野球をするならベースマン。よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらが司がある通りですね。はい、朝日ふれあい通り、朝日通りになります。特徴というと、特徴というと、そうですね、ちょっと今、旗が風で見えないんですけども、あの今、市はスポーツタウン宣言をしたので、あそこ
の玄関口、皆さんお出迎えする横断幕がここに載っております。また、まあ、ちょっとまあ昭和の通りもしつつ、まあ、残しつつっていうところになります。でイベントもね、やられてますよね。そうなんですよ、通行止めにしてくれると今ちょっとコロナでできませんけども、必ずやコロナ明けにはもう一回通行止めにしてイベントをしたい。